皆様おはようございます。ちょろちょろラジオです。みんなおはよう。先月もラジオやったから今回は久しぶりって言わなくてよさそうね。そうだね。それにしても暑いね姉ちゃん。だから炭酸水の中からこんにちはなのね。多分そういうことだろうね。ラジオだけどふと画面に目を向けた時涼しい方がいいじゃん。そうね。でもこんな時はアイスよね。アイス姉ちゃん最近やたらアイス好きだよね。一日何個食べてんの？いや1個よ1個。ヨーグルトのアイス1個ってことないよね。まあたまには2個とか3個とか4個とかの日もあるけど、ちゃんと1個にしようって思ってんのよ。思ってはいるんだね。でもみんな熱中症は本当に気をつけてね。特に軽い気持ちで1時間とか思って、そんでずるずる霧が悪いからって日向で2時間ぐらい続けたりしてると、屋外作業にしっかり構えてるっていうことじゃないから危ないんだよね。構えてないってどういうことや？一日外でしっかり作業するってなってたら、細かく休憩しようとか水分補給しようとか計画的にやるでしょ。でもすぐ終わりそうな作業だとダラダラ続けちゃったりして危ないんだ。だからみんなちょっとの外作業にも注意しようね。時間帯によって日陰になるエリアが変わるなら、うまく陰に移動しながら作業してね。ああ、猫ちゃんはそんな感じよね。うん。うまく涼しく作業してね。うん。で、今日はね、前回の続きでお庭のお悩み Q&A スペシャル第2弾なんだけど、その前に実はクラスメートのみんなに相談したいことがあるんだ。ね？何よ？姉ちゃんのことを相談したいんだ。私のこと？そう。ただこのチャンネル見始めたばかりの人は何のこっちゃだから、質問コーナーまで飛ばしてもいいよ。飛ばさなくてもいいのよ。しばらく聞いてくれてる2年生とか3年生のクラスメイトはもしかしたら気になってることかもしれないんだけど。食べちゃろ、変なこと言うんじゃないわよ。ほら、あれだよあれ。もしかして？植物紹介してる時の、なんで植物の話するのよ、知らないから詳しく教えなさいよって言ってるの姉ちゃんじゃん。そうよ。でも教室で3人並んでる一番右で、もうついてますっていうのも姉ちゃんでしょ。そうね、見事な生徒役よね。そう、もともと姉ちゃんが生徒らしく授業を受けてくれてるっていう設定だったんだけど、なんかどっちも違う方向にキャラが成長してってっていうのかな、同一人物とは思えなくなってきちゃったんだよね。あんたキャラの成長とか言うんじゃないわよ。だって生徒もあれはあれでシビアネチョロだからいいのよ。まあそうなんだろうけど、だってキャラが随分違うよね。まあどっちもいいけどね。そうかしら。まあそうね、私がうまいってことよね。まあね。じゃあ例えばね、このラジオを少し生徒役のチビアネチョロでやってみよう。いいわ。皆様おはようございます。チョロチョロラジオです。おはようございます。ラジオですか？そうだよ、ラジオだよ。日本でのラジオは大正時代から始まっています。おお、詳しいね。ってこれさ、さっきの姉ちゃんのどっちも姉チョロって少し無理がある気がするよね。私の無邪気がうますぎたわね。学んでた頃の私自身をイメージしてんのよ。まあ4年もやってれば生徒役も個性が出すぎちゃうよね。チビアネチョロはアネチョロのもう一つの人格とか？あんたビリーミリガン的なことを言ってるの？いや、そうかな。でみんなに相談したいのは、生徒役のチビアネチョロはアネチョロが役作りしてるってことでいいのかどうか。あんたいいのかどうかってもうそうしてるじゃない。結局そうし続けると思うんだけど、なんかみんなどう思ってたのかなとかも聞いてみたいなと思ったんだ。
不思議に思ってた人も多いんじゃないかなって、違う人と思ってたのも多いかなとか、ちょっとどう思ってるか聞きたいなって。あ、はい。あ、ややこしいから今は生徒役混ぜてこないでね。あ、はい。ま、じゃあ本題に入ろうか。そうね、今日は Q&A スペシャルだからね。うん、まずはケイチョロさんだね。せっかくなので質問します。カベチョロさん、アネチョロさんはパクチー好きですか？私は大好きなのですが、家族はみんな嫌いで、カメムシすぎて無理って言われます。今年のカメムシ大量発生にちなんで質問してみました。買うと高いので、今年は普通のパクチーと細葉パクチーを種から育てています。見た目も割と可愛いし、美味しいので満足してます。以前 YouTube のユーザーネームの使用についてお話しされていましたが、リターン YouTube コメントユーザーネームという Google Chrome の拡張機能で、2024年5月26日現在は以前通りの名前を見ることができます。すでにご存知または YouTube の機能ではないので使わないっていう方針でしたらスルーしてください。だって、パクチー、姉ちゃんどう？パクチーね、嫌いじゃないわ。そうだっけ、好きなんだね。嫌いじゃないわ。好きでもないの？そう、嫌いじゃないな。僕も同じくらいかも。あのガパオとかに入ってても普通に食べるけど、追加とかはしないかな。でもあれよね、癖が強いほどハマると抜け出せないっていうか、好きになりづらいけど好きになるともうねえ。最近姉ちゃんのファンが多いのはそういうこと？そうね、そうなのかしら。あとはあれだね、あのこのさっき教えてくれたあの Chrome の拡張機能で名前で表示させることができる機能があるんだね。これは入れておきたいね。 Chrome の拡張機能ってどういうこと？あのパソコン使ってる人限定になっちゃうと思うんだけど、インターネットブラウザーってあのホームページとか閲覧するソフトがあるじゃない。今ソフトって言わないのかな、アプリっていうのかな、よくわかんないけど、あるわね、で昔はインターネットエクスプローラーとか使うことが多かったけど、今はほとんどの人 Google の Chrome 使う人が多いんじゃないかな。あ、Apple だったらサファリとかなのかな。うん、でこの Chrome をカスタマイズっていうか、自分なりに使いやすく拡張機能を入れることができて、僕も Zoom とかね、 LINE を Chrome に入れてるんだけど、同じように YouTube の名前を表示してくれる拡張機能があるってことだね。あら、パソコンで LINE も見られるの？あ、そうだよ、 Chrome に入れたらね、たまにほら LINE グループに対して簡単な書類送りたい時とかあるじゃない、 PDF とか、そういうのはパソコンで作ってすぐ送れるから、 LINE がパソコン Chrome に入ってんのも便利だよ。便利な世の中ね。YouTube のコメントのところの名前、今ハンドルネームの表示になったけど、コメントもらった時に何が書いてあるかってことと同じくらい、誰が書いてるかっていうことも大事だと思うから、瞬時にわかるっていうのは嬉しいんだよね。僕これ入れよう。そうね、クラスメイトの発言は誰の言葉かわかった方がいいわね。うん、ケイチョロさん情報ありがとう。ありがとう。次はエムチョロさんね。はい、ラジオとっても楽しみです。ありがとうございます。質問、お庭でランチブランチメニューのおすすめは？よし、庭でと気張らず敷居が低いお庭でのご飯を考えると何が思い浮かびますか？お庭で食べると不思議と 1.5 倍くらい美味しく感じるわね。あ、なんでかしら。あれでしょ、姉ちゃんのおすすめはどうせホットサンドでしょ。最近あんまり使ってるとこ見ないけどね。また作りたいわね。前あんたにも作ってあげたじゃない。ああ、あれ、あの山崎のランチパックとかフジパンのスナックサンドみたいな感じで、何挟んでも結局美味しいんだよね。あのフジパンのやつは確かね、ご飯ですよとか入ってるの売ってたよ。え、ご飯ですよ、
ご飯じゃなくてパンですよそうなんだけど、あれ海苔塗ってるんだろうね。岩海苔っていうのあれ試したいね。そうね、ちょっと想像つかないけど美味しいのかしら。でもホットサンドも中身見えないまま出すのもいいわね。おお、闇鍋的な面白さかな。そう、怖いね。でもあの外で食べるとホットサンド確かに食べやすいかもしれないね。前作ってくれたのは何だったっけ、中入ってたの。普通だったよね。そう、確かあんたに作ってあげたのはツナとチーズね。あー、まあ普通にでも美味しいよね。そうね、美味しいわよね。うん、あんたは外です。ブルルルン暑いね姉ちゃん。あんたは外でブランチなら何がいいのよ。僕は外で食べるっていうとやっぱりあの日比谷ガーデニングショーの時に日比谷公園の中に入ってる日比谷サローっていうお店、あそこで食べるガパオライスがね一番美味しいって思うんだよね。まあ外で食べるのはワンプレートっていうのもいいわね。うん、あのそういえば今年の日比谷ガーデニングショーは何年ぶりかにガーデンコンテストはねライフスタイル部門だけじゃなくてガーデン部門が復活するらしいね。でも前のガーデン部門よりはちょっと小さいサイズみたい。ちょっと気が早いようだけど今から秋が楽しみね。あ、確かね8月2日が締め切りだから、もし出そうかなって思ってる人がいたら急いだ方がいいね。次は猫チョロさんだよ。いつもとっても楽しみに見てます。そして聞いてます。質問たくさんあるんですが、夕方と明け方姉チョロはどっちが好きですか？私はどっちもすごく好きです。でも一番忙しい時間だったりしてなかなかまったりできないのです。あ、私は猫チョロです。姉ちゃんに質問だね。まあいい時間よね。どっちも好きだわ。匂いは明け方が好きで色は夕方が好きね。どういうこと？ああでもなんとなくわかるかも。黄昏時って独特の世界だよね。一瞬だけど。そうね、朝の独特の匂いもあるじゃない。ああまあ季節によっても少し違うかな。でも子供いるお母さんたちは朝とかバタバタだと思うわ。まあそうだろうね。あでもYouTube やってると動画で視聴される時間帯とかなんとなくこう専用のやつで見られたりするんだけど、意外と朝ってね視聴してくれてたりするんだよね。早起きした時間が自分の時間みたいな人もいるのかもしれないね。朝にそうやって時間作れる人は仕事ができたり人生豊かに暮らせる人よね。ああ僕無理だもん。ですよね次行こう。そうしましょう。次はピーチョロさんね。うん。ラジオ、子供のお世話中に聞くのに重宝してます。ありがとうございます。質問募集も嬉しいです。施工側のお話をずっと聞きたくて、植物や樹木を調べると植え付け時期が短く設定されてますが、実際の造園施工は年中やっていると思います。うん。ベストな時期くらいのイメージで良いですか？また日当たりや乾湿等の具合、本職が現場調査する際の判断ポイントが知りたいです。私の庭は南向き、日当たり、乾燥、強風ですが、フェンスの影は半日陰でいいのかな。東側は午前まで日当たりプラス一部に西日が届くけどこれは日当たりなど悩みます。そしてシェードガーデンの方が情報が多いのが悩みです。ピーチャラより。あー言ってることどれもすごくよくわかるな。シェードガーデンの方が情報多いっていうのもよくわかるしね。まずあの樹木とかの植え付け時期の話だよね。確かに本に書いてあるのは短い期間で、あの僕たちは年中植えたりしてるよね。まずあの本に書くことって書く人の思うベストか成功体験かだと思うんだよね。例えばあの植え付けだけじゃなくて用土にしたって、植え付けにはあの赤玉5キリュウズナ3腐葉土2の割合でとかあの書いてあったりするのもあるでしょ、細かく。でもそんなこと言ったって自生地でその割合で育ってるわけじゃないじゃん。
まあそうね。だからそれでやったらうまくいってるよみたいなことだと思うんだよね。わかりやすい例え出すと、例えばあのセイタカアワダチソウ、ヨードとかで検索すると肥沃な土が好きでとか結構出てくるけど、実際はどんな土っていうか、まあ様々な土の土質でも出てくるでしょ。日当たりにしても土質にしても植え替え時期にしても許容の幅っていうのは実際にはあるから、あの完全に5対3対2じゃなきゃ育たないっていうことじゃなくて、5対3対2だとうまくいってるよっていうぐらいの情報って思った方がいいかもね。植え付けとかはあの時期とともに個体の状態っていうのも大きく関わってくるからね。あんたよく喋るわねあのピーチョロさんと同じように思ってたところがあってね。もう少し喋っていい？もう少しよあの個体の状態っていうのは、例えばあの重植えされて根が伸びているようなこの根を切って植え付けるのか、前の年にコンテナに移したりして切った根からすでに細かい根がしっかり出ている状態かでも随分違うと思うし、もともとあった場所と新しく植える場所の環境のギャップ、この大きさとかも影響するよね。要はいろんな状況によって違うことを一言で植え替え時期と言おうとすると、一番リスクが少ない時期のベストを言うしかなくなっちゃうよってことだよね。落葉樹は冬の休眠期とかで、あの常緑樹は春とか気候が穏やかな時期がベストだけど、鉢で育っていたような木を根を傷めずに植えられるなら春じゃなくてもそんなに心配ないよとか、そんな感じかな。要はあれね、本に書くときはいろいろな状況があるから悪い状況も考えて慎重に書くしかないってことね。まあそうだよね。あとあの日当たりの話もそうだよ。いろんな環境があるのを無理やり日向、半日陰、日陰って3つくらいに分けて考えてるからね。建物に近くて日差しもあるような乾いた日陰で、なおかつねこう風当たりもいいようなところだったとすると、何植えたって難しかったりするからね。であの用水路のそばとかで日向でも潤いがあったりすると意外なものが育ってたりとかね。土質によっても違うよね。あと植物自体にも適応する幅っていうのがあるから、例えばあのヤブランとかカレックスとかは日向でも日陰でも育ってたりするよね。あのアナベルも日向が好きだけど日陰でもね、そこそこちゃんと花つけて頑張るしね。もっと言うと植物同士で菌を通して栄養を受け渡してるっていう実験もあるから、建物の陰だと育たなくても木陰だったら光合成できてる樹木に助けてもらって育つっていうこともあるみたい。なんだっけそれ、前に話してたわよね。そう、あの NHK でやってた超進化論だっけ。驚くよね。まあ結局仮説を立てながらトライアンドエラーを繰り返すのがいいかもしれないわね。そう、教科書通りじゃないことの方が多いくらいだからね。なるほどね。次はそらちょろさんだよ。いつも楽しく拝見してます、そらちょろです。ありがとうございます。ありがとうございます。敷地内で落ち葉を集めて堆肥を作っています。時には落ち葉だけでなく芝や枯れ草などを入れる場所です。生ゴミは別の蓋付きのプラスチックのコンポストに入れています。今は落ち葉の堆肥はレンガで一段囲ったものの上にプラスチックの棒と網で囲って入れていますが、見た目の良い簡単な落ち葉を集める場所を作れないものかなと思っています。大木の幹の周りにツタなどをくるくる回してその中に入れるのもいいかなと考えてはいますが、何かいい方法があれば教えてください。あ、いいんじゃない。これあの今言ったやつはバイオネストって調べて画像を見てみてね。あの枝で囲って中に剪定とか手入れでカットした草とかを入れるんだけど、まあ、あのナチュラルなコンポストみたいな感じだよね。機能的だしね、見た目がかっこいいよね。木の周り、木の幹の周りっていうよりはどこか隅とかに作るといいかもね。場所があるところに剪定した時の枝を取っておいて鳥になった気持ちで巣を作るみたいな感じね。あら、いいじゃない。うん、いつも手入れで出るゴミの量を考えて
そらちょろさんはあと落ち葉を入れるみたいだから少し大きめに作っておきたいかもね。姉ちゃん次よろしく。はいはい、さかちょろさんね、みんなチョロつけて質問してくれるの嬉しいわね。そうだね。さかちょろと申します。昨年秋からお二人の YouTube をいつも楽しく拝見しております。ありがとうございます。ありがとうございます。今では庭いじりと園芸店巡りが一番の趣味になりました。素晴らしい。質問なのですが、我が家の庭では今の時期から晩秋まで大量の蚊が襲ってきます。こういうね、長袖に帽子とネットをかぶり肌を露出しないように気をつけていますが、夏場はかなりきついです。カベチョロさんの蚊の対策方法を教えてください。あ、これね、あえてメダカのいる池を作ってそこに卵を産ませる方法で蚊を減らしたっていう大先輩の話を前にしたことあるんだけど、もっと簡単な方法で言うとね、姉ちゃんと実験しようと思ってたんだよね。あれね、やれてないわね。蚊取り線香とかって効果が出て今の蚊の数なのか、効果がなくて今の蚊の数なのかっていうのが分かりづらいし比べにくいから、水やりをやるときにいろんな蚊よけグッズ試して実際何箇所刺されたかっていうデータをその蚊対策ごとに取って公表しようかって話してたけど、やっぱり水やりの時間を揃えるとか公平な測定方法っていうのがね、どうしても難しいんだよね。でもあれよ、いろいろやった体感的にはっきりわかるのはヤブカバリアっていうスプレー、あれ効果実感できるわよ。あれやると刺されないもの、本当に。姉ちゃんメーカーの回し物じゃないよね。あんた、私はそう簡単に回らないわよ。そっか、私を踊らせたかったら千引き屋のフルーツを用意しなさい。簡単だ。まあ簡単なものだとヤブカバリアがおすすめなんだね。そうなのよ。へえ。次はゆりちょろさん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。お庭系の質問です。1、私の失敗あるある。プロはま問わず、例えば黄金系菊を育てていたみたいに皆さん何かやらかしてしまったこと知りたいです。 2. ユリ科からキジカクシ科への大移動の基準、ネットで調べたのですがよくわからないので。 3. ガーデニングショップあるある。例えばイベリコどこですかとお客様が言ってもさらっとイベリスを案内するみたいな大人の対応を知りたいです。3つあったね。そうね、イベリコとかね。一つ目は黄金系菊、これは特定外来生物ってことだよね。強すぎちゃうんだよね。ブラックバスみたいなもんね。そうだね、生態系に害を及ぼして影響を与えちゃうっていうことだね。前から思ってたけど生態系っていうのは頑張れば人の意識で守れるものっていうのもあるのかもしれないけど、地域の文化を守るっていうのは今難しいよね。何のこと？ごめん、ちょっと話それて変なこと言っちゃうかもしれないけど、例えば海の近くの漁師が多くいる村があったとして、古くからその土地の男は魚を取って暮らしてるみたいな、今までだったら何のためらいもなく大人になったら漁師になるっていう村とかがあったとするじゃない。で今はどこにでも出ていけるし、どんな職業にでもなれるし、海外の情報もスマホ1台で手に入るってすごくいい時代だなって思う反面、漁師の村の文化っていうのかな、駆逐されちゃう可能性っていうのもあるのかなって、確かに変なこと言ったわね。でも地域ごとの文化を守るって難しくなるわね。漁師の村の子がみんな YouTuber になりたいとか言ったら困るから、 YouTuber の情報は特定外来情報として遮断しましょう。それいいね。で、YouTube やってる姉ちゃんが言ってもね。私もあんたも YouTube で暮らしてるわけじゃないじゃない。ねえ。まあね。今 YouTube だけで暮らしてる人ってだいぶ割合的に少なくなってるかもね。みんなメインの仕事があって、
大体はその宣伝のツールとかに使ってるよね。うーん、そうかもしれないわね。2番目は何だったかしら。ゆりかからキジカクシカへの大移動の基準だって。確かに蚊って結構変わってくんだよね。まあ、それだけまだまだ研究の余地があるっていうか、世の中分かっているようで分かっていないことが多いんだよね。でもあれだね、答えとしてはごめんなさい、全くわからない。アカデミックな部分は得意じゃないんだ。そうね、あんたは得意じゃないわね。じゃあごめんなさいして3番目に行きましょう。ごめんなさい。3番目はガーデニングショップあるある。例えばイベリコどこですかみたいな、さっきのやつね、大人の対応知りたいですだったけど、これはね、間違えやすい呼び方って実際あるよね。僕お花売ってたのってずいぶん前だからあまり覚えてないけど、当時すごく流行ってたサフィニア、サフィニアは結構多くの人がね、サファイアくださいどこですかって言ってたし、それこそシマトネリコとかもシマトリネコっていう確率はかなり高いよね。まあ私もそうだからわかるけど、その辺は別にアバウトでいいのよ。意味だってちゃんと伝わるし、空気が和らぐし、可愛い言い間違いは正義よ。まあ言われてみればそうだね。姉ちゃんらしいね。次はもちちょろさんね。はい。いつも楽しみにしています。質問です。姉ちょろさんの球根の絵がすごく素敵なのですが、どうやって観察して描いてるのでしょうか。見てるとすごく楽しいです。庭仕事は姉ちょろさんの手ぬぐいを首に巻き頭にかぶってやってます。へー、姉ちゃん絵褒められること多いね。すごいね。いやまあそうね。ちょっと照れちゃうわね。あら私にだけどすごく難しい質問よね。そうなの。だってただひたすらじっと見て描いてるのよ。球根も動かないし私も動かないと。球根が動いたら怖いけどね。そうね。あと手ぬぐい実際に使ってくれてるのは本当に嬉しいわね。手ぬぐいはね、私使い終わって洗ってまとめて干してる時が一番テンション上がるのよ。へえ。この石鹸の香りになったお気に入りの手ぬぐいが並ぶ姿がね、もうね。あ、ちょっとだけわかるかな。でも手ぬぐいだからすぐ乾いちゃうのよ。いいことじゃん。でもあれだね、かなりの種類売り切れてたから、そろそろ新作のデザイン考え出してね。いくつか候補はもうあるの。あるんだ。あとあれだよね、クラスメートからなんとなく柄のアイディアとかもらえたら嬉しいかもね。そうね、ヒントがあると一気にひらめきに変わるかもしれないわね。うん。次はアキチョロさんだね。質問ございます。表庭の目立つスペースにボタンの木が植わっているのですが、ボタンが落葉すると枝だけの姿が悪目立ちしてしまって、まだもみじも紅葉しない頃から早々と寂しい雰囲気です。ボタン自体は花も落葉中の樹形も好きなのですが、9月から3月の約半年間となると場所も場所なので気になります。ボタンの周りを工夫して落葉中に悪目立ちしないようにしたいのですが、なかなか手が出ません。おすすめの植物など教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。なるほどね、ボタンだって。ボタンね、確かに武骨な幹とグリッとした目の印象が強いかもね。立てば芍薬、座ればボタン、歩く姿は百合の花ってね。ってね。なんとなく知ってたから言ってみただけ。深い意味はないのよ。深い意味はないの。2回言うと深い意味ありそうに聞こえるね。まあボタンってそんな感じだからかな。よくボタン園とかでも藁とか和傘みたいので装飾的な日よけみたいに演出してたりするよね。そうなの。そう、花終わってもつけてるところとか結構あるよ。わかんないけど、そうやって植物以外のもので見どころ作れっていう考え方も面白いわね。そうだね。普通の植栽でも壺型のテラコッタはアクセントに入れた写真とか見たことあるかな。ああいうのも細かな葉に対していい対比になってよく見えたりするよね。真夏でも真冬でも変わらないオブジェ的な、
アクセントも使いようかもしれないね。あの昔の灯籠みたいに形も楽しめるガーデンライトを考えるとかね。でその上でグランドカバーとか充実させてあげるといいかな。ちょっとあのグランドカバーでもぺったり這うものじゃなくて少し高さのある立ち上がるようなものがいいんじゃないかな。なるほどね。次はエイチョロさんでいいのかしら。こんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝見拝聴してます。ありがとうございます。せっかくの機会なので質問します。私の庭は道路の境を生け垣で仕切っており、金木犀が南側6メートル、うん、西側約12メートルの L 字型に並んで植えられています。木と木の間隔が約30センチほどなのに対し、幹が直径10センチを超えるものもありかなり密な状態に感じています。木も窮屈そうですし、剪定枝もかなりの量が出ます、うん、そこで何本か伐採して間引き、果樹や花木で見かけるエスパリエ仕立てにしたらどうだろうかと思いついたのですが、どのように感じられますか？金木犀でも可能でしょうか？教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。あー、秋は圧巻だろうね。街中変わるんじゃない？それはないだろうけど、でもすごいだろうね。高さがわからないけど30センチ間隔っていうのはさすがに近いかな。6メーターと12メーターだから18メーターあって、30センチ間隔っていうと割って60本ぐらいかな。確かに大変だね。金木犀のエスパリエって発想は面白いよね。考えたことなかったかも。でもあれかな、結構金木犀ってグイって直立するような強い枝出るから、あの細かく手を入れて枝を倒していったり、かなりまめに向き合わないと結構ね難易度高いかもね。今の状態見てないけど話聞いただけだと間引くっていうのはありかもしれないね。答えとしては生育旺盛で枝が強情な気がするからおすすめではないけど、発想が見たことなくて面白いって感じかな。ふわっとしてるわね。ふわっとしちゃったね。次は、道井チョロさんだね。わー、レディオ嬉しいです。ボツになっても良いのですが、パキラの幹の三つ編みみたいに月桂樹でやろうとしてるんだけど、成長が揃わなくてうまくいきません。何か方法とかあったら教えてほしいです。お二人の大好物と死ぬ前に食べたいものは何ですか？全く植物と関係ないですが、母じゃない、笑いってことね。私道井チョロは黄金柑が好きですが、死ぬ時期が黄金柑の時期じゃなかったら季節のフルーツ食べて死にたいです。死にたいですよ。季節のフルーツを食べて死にたいです。あ、エイチョロさんの質問と少し近いところあるかもね。なるほどね。あのこれ黄金柑って読み方合ってんのかな。食べたことないな、黄金柑ね。調べてみよう今度。確かにあの金木犀でも月桂樹でも若い芽から誘引コントロールしていけばコントロールできないことはないからね。成長が揃わないってことはまずあれだね。一回同じ高さぐらいにある3つの芽まで切り戻して候補を作る感じかな。で、あの樹木の三つ編み実際には僕やったことないからイメージで答えてて悪いんだけど、あの芽の出方とか枝による成長の違いとかもあるだろうから、3つの芽以外にも保険として同じくらいの高さの芽を取っておいて成長を見て選ぶといいかもしれないね。なるほどね。あとあれね、カベチョロは何を食べて死にたいの？その聞き方やだな。あの黄金柑本当食べたことないけどよほど美味しいんだろうね。美味しいフルーツは本当に美味しいわよね。ね、これからは桃が美味しいよね。あー、食べたくなってきたわね。シャインマスカットも美味しいわよね。うわ、食べたいね。私の大好物はホルモンと、サワラの西京焼きは絶品よね。イカトンビもなかなかよね。へえ、僕はね、もう桃とあとシャービックかな。食べたいものをイメージするとこの2つが頭に浮かんだな。あん
ったこれじゃのんべえとお子ちゃまの兄弟じゃない。まあ間違ってはないわね。うん、イカトンビって僕知らないし。あらあら、僕ちゃん、ほら次の質問いくわよ。はい。エムチョルさんね、いつも楽しく拝見しています。気温が高くなって我が家のキッチンの窓には毎晩 1,2 匹のカベチョロが食事にやってきます。お邪魔してます。さて、私は軟骨が大好きなんですが、アネチョロは好きな軟骨料理はありますか？私はヤゲン軟骨の塩コショウ焼きが大好きです。お酒は強くないのに、なぜかお酒強いでしょとか言われてしまいます。カベチョロは軟骨ボリボリ音立てで食べる人をどう思いますか？かっこ恥ずかしいけどやめられません。ではラジオ楽しみにしています。エムチョルさん、全く同感よ。私もヤゲン軟骨大好きなのよ。唐揚げっていう人もいるけど、やっぱりヤゲン軟骨よね。塩コショウで焼いたら美味しいのよ。シンプルが一番よ。私なんか手羽先の関節かんだ骨の先っちょについてるようなちっこい軟骨、あそこすら好きなのよ。ボリボリ感がよくてつい口が追っかけちゃうわ。全然わからない。あんたは軟骨ボリボリさせるのどうなのよ。正直に言うと、ボリボリのイメージがわからないんだ。本当にボリボリ言うの？例えば本人の口の中からの骨伝導っていうのを強調されてるだけで、外にはそんなに聞こえないんじゃないの？意識してないからわかんないけど、言うんじゃない、ボリボリ。ふん。あと梅水晶もいいわね。私きっとエムチョルさんと気が合うわ。今度一緒に飲みたいわね。あんたは誘わないわよ。なんか美味しいものいっぱい知ってる姉ちゃんたちは幸せ者だね。そうよ、人生はどれだけ好きなものがあるかで豊かさが決まるのよ。あんたもハンバーグとかばっかり食べてないで、もっと深みのあるものにも挑戦しなさい。はい、次行きなさい。ハルチョロさんだよ。ラジオとても楽しみに待ってました。質問です。アネチョロさんはイラスト、カベチョロさんはガーデンデザイン、どちらも素敵なデザイナーですが、お二人が心を動かされたデザインってどんなものがありますか？見た目やデザインの考え方、いろいろな視点で教えていただきたいです。デザインの参考になった本とかも知りたいです。あとカベチョロさんに本を出してほしいです。出すよ、ヤモリの本。それもね、多分ヤモリの本みたいなタイトルになりそう、今のところ。本当に今回は私の写真集じゃないのよね。だね。あんたの心を動かされたデザインの話しなさい。ライトに話す？ちょっとめんどくさくなってもいい？あ、ライトでいいわ。そっか、そうするとね、ガーデンデザインとして心が大きく動いたのはやっぱりあれかな、ポール・スミザーさんの植栽かな。ほら、ガーデニングブームってとにかく花が売れてた頃だよね。その時にポールさんの庭は、シダって綺麗だよねほらって言ってるような庭だったの。実際に本当に綺麗で、それに僕多色使いできるほどの技量がないから、そのね、ポールさんが作った庭の美しさは無理しなくていいんだよ、だってシダも綺麗でしょとか言ってくれてるみたいな気がしたんだよね。あとはね、ガーデンの話じゃないんだけど、ガーデンイラストレーテッドっていうのかな、ガーデンイラストレーテッドっていうのかな、イギリスのガーデン専門誌があって、この本の写真とか文字の位置とか色使い、だから編集っていうことかな、 DTP かな、レイアウトの美しさに感動したね。お庭の写真にじゃないな。この本のトータルのクオリティみたいなところかな。文字が英語っていうだけでも 1.5 倍くらいはかっこよく見えちゃうのかもしれないけど、とても綺麗な紙面なんだ。へえ。あれは姉ちゃんは、ドラゴンボールって答えてもいいのかしら。あ、いいんじゃない。浮世絵も好きよ。へえ、意外。あとね、小さい時に読んだ絵本の絵、
とにかく感動して同じページを何回も何回も開いた記憶があってね。へえ。最近やっと分かったんだけど、うん、牧野スズ子さんって方の描いた絵の絵本だったのよ。へえ、分かったんだね。そう、あと井本陽子さんって方の絵も好きだったわ。ふーん。あれね、私が感動したのは子供の頃の絵本ね。ああ、じゃあ結構影響受けてるんだろうね。そうかもしれないわね。なんか綺麗なまとまり方だね。たまには綺麗なまま次に行こっか。はい、ピオチョルさんね。はい、アネチョルさん。最近安眠のために寝床では本を読むことにしました。ミステリー好きなんですけど、何かおすすめの本はありますか？お、また本だね。そりゃあんたシャーロック・ホームズよ。王道だ。王道かもしれないけど、あれはちゃんと続きが気になるのよ。へえ。ミステリーはね、どれだけ続きが気になるかがポイントなの。そんなもんなんだね。そもそもそんなに私本読むタイプじゃなかったけど、シャーロック・ホームズからすっかりハマっちゃったのよ。そうなんだ。まあ、あの植物とかも同じで、やっぱりあの定番っていうのは実力があるから定番になれるんだろうね。そうね。うん。次行こう。ミヤチョロさんだね。こんにちは。いつも楽しく見てます。アネチョロさんへの質問です。姉ちゃんの質問多いね。素敵な手ぬぐいの次なるグッズは考案してますか？あと、カベチョロさんへの質問になるかもしれませんが、チェリーセージの仕立て方のバリエーションをお聞きしたいです。植えて数年経ち、だいぶ大きくなってきたのですが、抜くのはかわいそうだし、チェリーセージを活かせるような仕立て方はあるでしょうか。まずグッズの方かな。そうね、グッズね。これは逆にみんなに聞きたいわね。なるほど。カベチョロはどうなのよ。僕か。僕はね、実は水筒持ってるよ。あ、テストで作ったわね。そう、あの姉ちゃんが蛇口ひねってるイラストのやつで、僕が後ろから見てるやつ。あれはなかなかだったわね。そう、あと実はアクリルスタンドとかもいろいろ試作はねあるんだけど、あのアクリルスタンドとかって機能はないから本当に人気がないとね。そうね、うん、手ぬぐいくらいでちょうどいいと思うな。手ぬぐいだったら汗も拭けるし、まあでもアイディアあったら教えてほしいね。そうね。あとチェリーセージね。あ、チェリーセージはね、実は僕昔ほどやっぱり選ばなくなってるんだよね。多分言ってたことと同じだと思うんだけど、最初はいいんだけど、ミヤチョロさん言うように日向で4年とか経つと木質化して乱雑になりやすいんだよね。だからそれをきれいにする方法よ。うん、枝を間引いて切り戻すのが一番だと思うけどね。まあそれ以外難しいわよね。そうかもね。じゃあ次行くわよ。はい。バンビチョロさんね。はい。こんにちは。ラジオお二人のラフな感じが楽しくて好きです。ありがとうございます。質問です。我が家の玄関前に古いコンテナハウス、かっこ建築現場にあるようなスチールハウス、色は薄いグレーが鎮座しております。うん、物置として夫は大変気に入っているので撤去は難しく、でもあまりにもダサいのです。なんとかして家と庭と調和させたい。せめて悪目立ちしないでほしいのですが、お二人だったらどんな風にされますか？以前壁面にアイビーやつるばらを這わせてみましたが、かえってみすぼらしくなってしまいました。庭はリーフと木がベースのカントリーテイスト。うん、コンテナハウスの南側はカーポート、うん、かっこ鉄柱の色はシルバー、うん、西側に家かっこ壁の色は白、屋根は茶色です。よろしくお願いします。あー、これはもはや塗るか貼るか隠すかだよね。あ、そうね。でもあの塗るってうまく塗れないとみすぼらしく見えるパート2になっちゃうかもしれないから、よほど家とコンテナの色が不調和でとにかく色が気になる以外だったら挑戦しにくさもあるかな。確かにそうかもしれないわね。ま、思い切ってラス編みとか貼れそうならモルタル造形にチャレンジとかもありなのかな。
木材を貼るとかはかっこよくなりそうだけどね。たるきをうまく止めて、そこに木材で化粧かな。濡れないようにひさしとかを出せれば、木材自体の厚さもそんなになくていいと思うけど、まあそれでも木材今高いからね。大きなコンテナだったとしたらコストはかかっちゃいそうかな。まあでもあれかな、かっこいいガーデンハウスを作ろうとしたらもっともっとお金かかるだろうから、ガーデンハウスを作るぐらいに考えるんだったらありだと思うな。あとは見える角度とかが決まってるならポイントで柱を立ててフェンスとかもしたいね。見てないからあれだけど、多分僕なら2番目の木を張るにするかな。安めの杉の抜き板とか使って化粧するっていうのを選ぶんじゃないかな。お庭にもウッド結構使ってるって書いてあるから、同じ色で揃えたら調和するだろうしね。なるほどね。じゃあカビチョロ、今日の質問はこのくらいにしましょう。そうだね、結構長くなっちゃったからね。みんな聞き疲れたんじゃない？うん、ありがとう。最後まで聞いてくれてありがとう。ありがとね。まったね。続きは次の動画でね。へい。